こんにちは、ウジツアです。今回は東京ディズニーの、ご案内なんですけれども、年始の分ですね、年末年始のプランなんですけれども、ディズニーに行くのは1月1日です。カウントダウンパスポートはですね、ちょっとなかなか取れにくかったというのもありますし、プラン自体が、お値段が高くなりますんで、1月1日の、ディズニーを狙っていきたいというプランでございます。福岡からですね、ジェットスターを利用しますんで、リーズナブルになっているっていうところがポイントになります。12月31日出発の3日間のプランでして、これ先ほども言いましたようにカウントダウンではありません。ただですね、1月1日元旦はワンデーパスポートでですね、なんと午前2時から入場が可能なんです。午前2時からですね、夜は22時までオープンしているという特別な日になります。で、午前2時、2時じゃなくてもいいとは思うんですけど、早めに行かれてですね、元旦来られる方も多いと思いますので、入っていただくということになると思いますけれども、平成最後の元旦、天気が良ければご来光をディズニーから収めることができるということで、そういう意味でも特別なプランになりそうです。ぜひですね、ご利用いただきたいと思います。詳しい内容は画面下のコメント欄の上に商品詳細ページの URL 貼り付けてますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。